はい、ズキです。それでは本日はギャラクシーノート10プラスについて、時期的最初に変更すべきおすすめ設定を中心に見ていきたいと思います。ギャラクシー S10 プラスが発売された際もご紹介しましたが、ノート10プラスについてもやってほしいというご要望いただきましたので、やっていきたいと思います。まずはナビゲーションバーの設定変更から。初期設定は Android 8形式のナビゲーションボタンが配置されています。ホームに戻る、履歴、1個前に戻る。私はナビゲーションボタンの操作よりもジェスチャー操作の方が操作しやすいので変更していきます。設定からディスプレイ、ナビゲーションバーをタップ。このようにデフォルトではナビゲーションボタンに設定されていますので、ここをタップしてジェスチャー操作に変更します。これによりジェスチャーボタンが非表示となり、3本のバーが表示されました。一番左のバーをスワイプするとタスクの管理、アプリ履歴を表示します。真ん中のバーをスワイプするとホームに戻る。一番右のバーをスワイプすると一つ前に戻る。ボタンをタップする代わりにスワイプすることでそれぞれの操作が可能になります。なおこのバーはこちらスワイプ操作のヒントをオフにすることで、はい、消すこともできます。操作としては変わりません。スワイプ操作のヒントの下にある項目 S ペンでのジェスチャーをブロック、これについては S10 シリーズにはなかった項目ですが、ノートシリーズならではの S ペンを使用した際のジェスチャーブロックで、これをオンにしておくと S ペン使用時のジェスチャー機能がオフになり、誤操作を防ぎ画面下部での文字や絵を描きやすくなります。やってみましょう。一番左のアンダーバーをスワイプしても、はい、何も起きません。真ん中も、はい、一番右も S ペンでのジェスチャーがブロックされています。もちろん S ペンによるジェスチャー操作はオフでも、指でのジェスチャーは可能です。そして最後の項目ですが、ボタンの順序を変更することができます。真ん中にあるホームに移動は変わりませんが、アプリの履歴表示と戻るボタンについては入れ替えることができます。これはジェスチャー操作にも反映され、デフォルトでは左がアプリ履歴でしたが、下にチェックを入れると右側のバーがアプリ履歴、左側が戻るというジェスチャーに変わります。自分が操作しやすい方、使いやすい方を選択するようにしましょう。続いてマルチタスク、マルチウィンドウを簡単に表示させるエッジスクリーンのアプリ設定について見ていきます。 Galaxy ではマルチウィンドウを表示させる場合、アプリ履歴の表示画面でアイコンをタップして分割画面表示で起動、ここを選択します。するとここにマルチウィンドウとして一つ開かれている状態になります。次にこの下半分に表示させたいアプリを起動させる、例えば今開いている Google Play を表示させます。このようにマルチウィンドウを表示させる必要があるので、やや面倒な手順になっています。これについてあらかじめエッジパネル、アップスエッジにマルチウィンドウで表示させたいアプリをペアにしておくことで、簡単にマルチウィンドウを開くことができます。やってみましょう。ここの灰色の部分がエッジパネルの呼び出し領域です。これについては少しスワイプさせて移動させることもできます。エッジパネルの表示領域をスワイプすることで、このように初期設定ではアップスエッジが起動するようになっています。ここには素早く起動させたいアプリを登録しておくことができますが、このようにアプリをペアにしておくことも可能で、ペアにしておくことで簡単にマルチウィンドウを開くことができます。タップ、上がブラウザ、下がノートになっています。初期設定ではブラウザと Galaxy Notes のペアだけですが、ここの空白欄をタップして新たなペアを作ることもできます。アプリペアを作成。ここでマルチウィンドウを使用する際、親和性の高いアプリ同士、例えば YouTube と Twitter、あるいは Map とメッセンジャーアプリなどをペアにしておけば、マルチウィンドウが一気に開けて便利です。 YouTube と Twitter、 マルチウィンドウを開く際はこの順番、この場合だと上が YouTube、 下が Twitter になりますので、逆に上に Twitter を表示させたい場合は切り替えボタンで、はい、このように変更することができます。それ以外にもマップと LINE、 最大で10個のアプリもしくはペアアプリを登録することができます。マイナスボタンをタップすると登録解除になります。この状態でエッジパネルを呼び出し YouTube と Twitter をタップします。
するとこのように一気に YouTube と Twitter が開けて非常に便利です。今度はマップと LINE のアプリを開いてみましょう。タップ。これで地図を見ながらメッセージを送ったりすることが非常に楽になります。アプリの配置も変えられますので、編集をタップして場所を移動させて使いやすい位置に配置しましょう。ちなみに私はこの機能を応用して Galaxy Note 9でホーム画面に YouTube と Twitter のアプリペアを作成し表示させておきました。次にこのエッジパネルを使ってスクリーンショットを片手で撮る設定変更を見ていきます。 Galaxy Note 9では正面右側に電源ボタンがあったので、スクリーンショットはよくある電源ボタンプラスボリュームボタン、これで撮ることが多かったんですが、 Note 10 Plus では全てのボタンが左側に揃っているので、ボタンによるスクリーンショット撮影がやや難しく感じます。もちろんこれらについてはジェスチャーによって手動でこのように スクリーンショットを撮ることができるので、ボタン操作よりこちらの方が楽ですが、いずれにしても片手での操作は難しくなっています。そこで先ほどのエッジスクリーン、エッジパネルを呼び出し設定鍵マークをタップすると、エッジパネルとして複数の種類が選択できるようになります。例えば天気予報をオンにすると、1回呼び出すとエッジアップス、もう一度呼び出すと、はい、このように天気予報が表示されます。ここでタスクエッジをオンにすると画面をキャプチャーというアイコンが表示されます。これにより、はい、片手でスクリーンショットを撮ることができるようになりました。他のエッジパネルをオフにしてしまえばすぐにスクリーンショットボタンを呼び出すことが可能です。続いて端末アシスタントアプリをオフにする設定を見ていきます。この設定は今まで何度もやってきましたが、 Galaxy Note 10 Plus でも設定してみたいと思います。端末アシスタントアプリとは、真ん中のバーを少し長く押さえてスワイプすると出てくる Google アシスタントです。やってみます。 Hey Siri。 あ、私は Google アシスタントです。あなたにちゃんと名前を覚えてもらえるように。この Google アシスタントを使っている方は重宝しているかと思いますが、私は少し操作の邪魔になるのでオフにしてしまっています。設定からアプリ、右上の3つのポッチをタップして標準アプリすると、標準アプリとして何が設定されているかを一覧で見ることができます。端末アシスタントアプリとして Google が設定されていますので、タップして端末アシスタントアプリ Google と表示されている部分をタップします。すると Google やその他のアプリをアシスタントアプリとして選択することが可能です。例えばブラウザにするとホームを少し長押ししてスワイプするとこのようにブラウザが表示されます。いずれにしてもこのジェスチャー操作で端末アシスタントが起動してしまうのが私は苦手なので、なしにしてしまっています。これで長押しスワイプでも端末アシスタントアプリが起動することがなくなりました。設定その後、キーボード設定を変更します。 Galaxy のキーボードはデフォルトでは日本語入力も英語入力も QWERTY キーボードになっています。例えば Twitter でツイートしようとすると日本語でも QWERTY キーボード、英語も当然 QWERTY キーボードになっています。私としては英語入力はこの QWERTY キーボードのままでいいんですが、日本語入力についてはフリック方式、フリック入力の方が慣れているので設定で変更します。設定から一般管理、言語とキーボード、オンスクリーンキーボード、ギャラクシーキーボード、言語とタイプ。ここで日本語クワーティーキーボード、イングリッシュ、英語ですね、クワーティーキーボードになっているのを日本語だけ、点キーフリックなしキーボードに変更します。これにより日本語入力が先ほどのクワーティーキーボードからフリック入力に変わりました。ちなみに点キー8フリックキーボードにするとこのように8方向のスワイプ入力が可能になります。ということで、
Galaxy Note 10 Plus を購入後、最初にやるべき月的5つの設定を見てきました。私は基本的にはあまりアプリをインストールすることなく、その端末に近い状態で使いたいタイプなんですが、デフォルトの設定や機能を少し変更するだけでとても使いやすくなる場合もあるので、ご自身に合った設定をいろいろと試しながら見つけてみるのもスマートフォンの一つの楽しみ方と言えるのかもしれません。また今回は初心者向けの初期設定変更でしたが、今後もうちょっと便利になる設定変更編や、やはりノートですので便利な S ペンの機能紹介もお送りしたいと思っています。ぜひチャンネル登録をお願いします。またこうやって使うと便利だよというご自身の Tips などがあれば、ぜひコメント欄までお願いします。このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時半からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。